今日もやっていきましょう。今日使うのは、6時台の頃の対面チューパーみたいのを使ってみたいなと思って、こんな感じのパーティーを組んできました。強いかどうかは分かんない、まあ、久々にちょっとガルーダ使いたいなと思ったんでね、持ってきました。で、相手のパーティーがウルガモス、ギガイアス、ガッサ・ボーマンダ、ドリューズ・パルシェン。パッと見分かんなかったけど、ギガドリマンダか、単純に。ですね。どうすっかな。結構ガルーラは刺さってますよね。ガルーラから入っていこう。ガルーラ。ギガドリには結構カグヤが強かったりするんですが、今回はどうかなちょっと微妙ですね。ミミッキーもな、ミミッキーは悪くはないか、あれも。普通にガルガブで行く？君、今回スカーフ、あ、タスキか。あ、タスキなの、君。だったらガブショってでもいいな。ガブガルで行くか。ガブガル、タスキだったんか。まあいいや。ガルガブ、かぐやかな。コケコが刺さってる説ってありますか？まあ、なくはない。君何コケコだっけ？頭か。全然型覚えてない。もうこれでいきますか。いやでもこれ相手のパルシェンで積んでるか。とは言っても他の、いや、まあ、カグヤがいればマシな方かな、まだ。ではよろしくお願いします。ガルガブ、カグヤ。割と僕の方のパーティーはシーズン1の頃にそこそこ行ったような並びですね。なんかちょっといろいろいじりたかったけど、今回はとりあえずこれで組んでみたんだよな。ギャラとかやりたかったんですけどね。で、ガブリアスから入る。ガッサ、あー、まあこれはいいかな。眠らされちゃうけど、伏せろ優先ですね。伏せろ研磨ガブリアスです、今回は。で、ステルスロック。ガッサ、最近ガルーラが処理できる、処理できるんで、欲しい。まあこれはしゃあない。これはもう突っ張りでいいかな。影矢に引いてはあんま美味しくないしな。研磨。激には撃ってもいいよね、相手のパーティー。種マシンガン。ただマハパンチ食らっちゃうのか、ガルーラは。そんな美味しくないですね。止まれ。止まれ。止まったけど、まあ、どうせ次。あ、まあ、乱数っぽいけど、一応、まあ、ここ、ゲゲリンですね。マハパンじゃ多分タスキを縦に、寝ちゃってるか。まあまあしゃあない。2発だったらここ美味しいけどな。2発確か乱数、5発って乱数だよね、確か。2発だと耐える。耐えろー。押さえた。ここさすがに起きるっしょ。もう激凛でいいよな。マハパンじ打ってくるとかあるかな、ここ。おっきめ覚ました、激凛。こいつ多分ガルーラの猫圏内に入るから。オッケーオッケー。で、種マシンガン。相手引けないしね、裏には。で、ガルーラ。ガルーラ普通の方ですね。猫捨てミレーパン自身。このパンも採用したかったんだけど、このパン惜しい技なんで、前の世代にいいガルーラがいなかったんですよね。で、ここは猫騙しで。まあ、ガルーラなんかすごい厳選できるから、やればいっちゃやればいいんだけど。ギガイアス、ってことはラストドリューズか。でも俺ガサ引いてもさ意味ないよね、あんまり。セロでどうせ落ちる。あれか、グロパン。いや、グロパンだと余計入っちゃうよな。なんだろう、ステロ忘れてたのか。多分だけど、それ以外考えられないですよね。で、俺猫騙しを決めていく。ギガイアス硬いからな、全然入んねえだろうな。相手のパーティー丸つけてなかった。ガッサギガー。まあ一応自信があるんで打点はあるんですが、こっから半分ぐらいしか入んないんじゃないの。こっからはないか、さすがに。多分 HP 半分削れるぐらいですよね、HP 満タンの状態から。感覚的な話だけど。思ったより入った。それよりは入ってるか。次の地震で落とせますね。重力、はあ、あれか。全地震、あれか、これ、格闘も地震当たっちゃうのか。まあ、そこはしゃあないな。地面 Z 持ってるかどうかですね。他も地震でいい。引いてきた。ガッサ切りか。
面 Z あんのかな。問題はある場合ですよね。ある場合ここで打ってくるかどうかっていうと、打ってくる可能性が高いような気はする。逆に HP 満タンの状態から格闘が地震で落ちるかっていうとどうなんだろう。一発耐えそうな気もすんな。いやここ地震します。いやどうだろう、きついからさすがに抜群で入りますもんね。でもここ地面ジェットじゃない場合って相手ドリューズガルラワンパンできないから、ここタックですよね。一応僕がここでガルーラ引いて、ね、時間稼ぎするっていうのも考えられるから、相手からしたら、あー打ってくるか、だったらここかぐや切ってもよかったけど、いや一発ぐらい耐えねえか、よく考えたら。これ一発ぐらい耐えんじゃねえのか、いくら砂溜め入ったとは言っても。だって剣前自身でさギリギリ落ちるぐらいだよね。耐えそうな気がしてきたぞ。なんだどうどうですかガルーラ君、無理、普通に無理でした普通に無理だった。そうそう、放射ちゃん落ちないか、かぐやドリューズが落ちなそうですね今気づいたけど、いやーかといって引いたとこで結局同じかも、同じだったかわかんないけど、結局これ剣舞つまえたらガルダ飛ばされるからさ、強引にこれバッタ一発耐えそうな気がするんだけどね。抜群で入っちゃうけど、あ無理か、普通に無理でしたね、さすがに無理か、かぐやの耐久過信すぎましたね。はい、対戦ありがとうございました。なんか綺麗に負けたな。でも僕のパーティーこれあんまりスナパーへの対策結構薄めだから、一応ミミッキュがまああのドリューズが型破りじゃない前提だったらそこそこやれるんですけど、今回パルシェンがいたからなちょっと出せなかったですね。でも出してもよかったかもしれないな、パルシェンいても。結局僕のやった戦術もパルシェンに熱い戦術ではなかったんで、結果論出してもよかったかもしれないですね。まあ続けてやっていきましょう。でもなんかこれ負けたくねえな、このパーティー使って。なんか普段のパーティー使うより負けたくないっていう気持ちが強い。まあ僕はいつでも負けたくないですからね。でマッチングが前よりだいぶ悪くて、かシーズン終盤でこのレターまずいな。僕なんか割とすんなり2000ぐらいまではいつも言ってるんだけど、今シーズンは結構苦戦してますね。勝率もあんま良くないし、まあ、パーティーコロコロ変えてるっていうのもありますけど、やっぱり同じパーティーばっか使ってると、6歳の頃がそうだったんですけど、6歳の頃って僕同じパーティーばっか使っててレート2100はいけたんですけど、2100以上に行くってのはなかなかできなかったので、まあ、やっぱりね、なんだ新しい世界を発見しなきゃいけない、そういう意味も込めて今回はこのようなパーティーを持ってきました。でもなんかガルーラを過信しすぎてる感があるな。ちょっとこいつは弱体化してるんだからこのどうでもいい話をしている間に対戦相手が見つかりませんね。てかガブスカーフと思ったけど、あれかテテフガスカーフだ、思い出した思い出した。この構築はガブがステロを撒いて、でガルーラとか玉コケコとかが上から制圧していくって構築だったんですよ。で重たいところを倒す用意にミミキュとカグヤが入ってたんだけど、それを僕が忘れてましたね。なんでガブが勝手にスカーフと思い込んでたガブがスカーフならテテフなんだって話になってくるけど、テテフメガネでもいいかもしんないな。でもテテフメガネのガブスカーフってのはありかもしんないですね。テテフはなあれなんだよな、フィニッシャー要因だからガルーラもすでに猫魂入ってるし、ミミキュも鍵打ち入って、まあ、鍵打ち切るミミキュってあんまいないけど、肩にもよるけど普通に見つからなかったんだけど、ここカットしてるかもしれないですね。最近感情じゃない、あの性欲を取り戻すために毎日 AV を見てるんですけど、チンチンがピクリともしませんね。やばいかもしれん、マジで。なんでだろうな、そろそろ病院行った方がいいのかな。誰か専門家いませんか、インポテンツの。チンチンが立たへん、対戦相手も見つからへん、つれー。あ、見つかったやったー、対戦よろしくお願いします。相手のパーティーがゲンボルト、ゲッコガルド、キスガッサですね。ガッサ流行ってんのかな、まあ、初手はガルーラでいいかな。ガルーラガブでもいいか、いやガルーラでいいな。ガルーラミミッキュ刺さってますよね結構。ミミッキュガルーミミッキュ何かですね、
レイジューボルトがちょっと重たいっちゃ重たい。かといってガブ出してもそんなに刺さってるかっていうと微妙ですよね。なんならコケコとかのが刺さってる説ないか、これ普通に。レイジューボルト重たいっちゃ重たいけど、卵結構なんでマジカルシャインはそこそこダメージ入りますよね。テテフでもいいか。でもテテフが最後一掃する流れ、いやーコケコでいいよな。内訳できるコケコの方がいい気がする。テテフは技の通りがそんな良くないですよね。エスパー技はガルドに半減で結構に無効でしょ。でフェアリーは結局ガルド半減で、ゲンガーもまあ無効じゃねえや、半減だし、そうですね、よろしくお願いします。上から殴って対マンで勝てるポケモンはいいけど、スカーフで一掃するって動きは難しそうなんで、ちょっとこれやりましょう。仮にってなんだ。よろしくお願いします。ガルコケコビビッケ、まあ、メガワークプラスジェットワークプラス高速アタッカーなんで悪くはないはず。ボルトロス、ゲンガー投げてくる可能性ってあんのかな。スネコにしとく。相手ボルチェンするような構築に見えなく足で引いてきたってことはスネコで正解ですね。多分これギルガルド、まあガルドってあんまダメじゃない、大したことないけど。でネコ魂、弱点保険とかかな、引けないしな。ここレーパー押すか、ズルが狙えるかもしれない。ここ禁止ってあんま張ってこない印象ですけどね。禁止張られたら引いてきた誰に、ボルトロス。まあここでレーパー押すと思わなかったのか。まあここ打つとしたら自信とかだもんね。相手もバカじゃねえのと思ってるかもしれないけど、まあ、僕のは弱点を今日発動させたくなかったからレーパーもしたんですけど、相手からしたらバカじゃねえのと思うか、まあ、あるいはうんまっと思われるかのどっちかですね。で冷凍パンチ、どんなもんこれ。お、いいダメージですね。落ちはしないかな。まあ、ここにボルトもし戻してきたってことはおそらく気合い玉だと思うので、まあ、仮に別の技だとしても、まあ、ミメッキはあの化けの皮があるんでね、ワンパンされることはないですね。気合玉だったら美味しいし、ボルチェンとかでもまあまあいいかなって感じな。 Z 技一発は打てそうな感じしますしね。で HP 減ったガルドであれば、あ、引いてきたか。ここで誰にいるガルド、ああそういうこと。ここって剣舞が正解なんかな。これ卓ゲーなのかもしかして。いやでも剣舞リードな多分。 Z はあのゴースト Z なんで相手のパーティーには一貫してますね。ここは剣舞でいきましょう。これって嫌な卓ゲーが発生するのかな。僕ミミキってそんな使わないから、なんかガルドミミキュー対面は嫌だって言ってる人結構多くいたんだけど、あんまりミミキもガルドも使わないからその気持ちを味わったことないんですよね。今味わってるけど全然嫌な感じだしね。だってこれどう考えてもミミキ有利じゃねえだって。あと剣舞ゴースト Z で飛ばせばいいもんね。いやでも Z ない場合は確かにタクなのか。 Z ない場合は確かにシャドクロしかないからタクが発生するのか。剣舞通る、はい。でシャドーボールですかね。だってこれ禁止られてもさ、それはそれで貫通してダメージ入った後に次剣舞シャドクロが打てるわけじゃん。相手もあれか、それか、それかてか物理型かってことは気にしない可能性もあるっちゃある、あるっちゃあるかもしれないけど、まあ他も関係ないですね。打っていきましょう。無限アイアイのじゃない、ちょっと押し間違いが怖いな。仮にここを普通にガルド捨ててこられても剣舞限りして出てる状態で残るんでだいぶ有利ですね。ゲンガーにも剣舞影打ち打てるし、まあ、ガルドにも半減とはいえ一応打てるから、ガルドじゃない月光牙か。あーだからラスト月光牙の場合はちょっとだけ、あいやでも裏あいつだしな、コケコだしな。正直相手のパーティーもコケコで壊滅させられそうな気はする。ゲンガー以外の誰よりも S 早いし、ボルトがスカーフの場合がちょっと怖いけど、それぐらいですね。相手結構考えてますね。いやただこのミミキュー結構辛いだろうな。もうめちゃめちゃ考えてるけど、なんかあんのか作戦が。
あ、引いてきたか。ボルトキリかなってことは、あ、ボルトキリですね。まあ、Z 打っちゃったんで、あ、もう美味しくないっちゃ美味しくないけど、だ次のターンはもうすでにシャドウクロウでいいですね多分。弱点をキャッチされてもな、 HP 減った状態であればガルーラが陰打ちで縛られないから一瞬で倒せるし、なんならこのボルト倒せてよかった説まである。普通にこいつ残されたのが嫌だったから、僕的にはあのスカーフの可能性があったんで、ラス1顧客ボルト対面とかで負ける可能性があったんで、ね、これ倒せたのはでかいですね。まあ、スカーフじゃなかったら全然関係なかったけど。レガルドかな、ガルド以外だったら月光画とかが、ガッサの可能性もあるっちゃある。相手剣舞積んだミミキだからちょっと嫌だろうな、相手からしたら。ガルドだったら耐えそうだ、いや耐えるのかな、剣舞シャドクロって。ミミッキーって全然軽くないからなこいつ。まあでもガルドも耐久クソあるわけじゃないし、月光画か、じゃあほぼほぼ勝ちかな。ここはもう鍵打ちでいいですね。月光画がスカーフの場合があれだけど、ただスカーフの場合は多分ガルラワンパンできないだろうし、そこそこ入りましたね、ハイドロポンプ。はい、当ててくる。スカーフドロポンってあんまいないと思うけど、いや耐えるのか普通に。耐えるのか、だったらじゃれつくとかでよかったわ。もう一回鍵打ちで、スカーフなのかな。じゃあなんか火力がないから分かんなくなってきた、助けっぽい気はするけど、ドロボン当ててきますね。ドロボンでガルーラが落ちることはないから、ここガルーラから入ればいいか。うん、コケコが落とされた方がまずいと思うんで、展開的にはガルーラから入って猫じゃなくて地震ですね。ガルーラ HP 残す必要はないので、ここは地震で、引いてきた。そうそう、このこれもプレイングがあると思ったからこれで良かったはず。地震2回で落ちるよね、うん、火力下がったとは言っても地震弱歩じゃないかなと思うんですけどね。こいつあ違うのかな、あ違ったわ、普通に Z とか、じゃあ Z とか剣舞ラムとか今いいのかな。まあこれはもうほぼほぼ勝ちですね。結構に引いて猫騙し打ったら勝ちになるは、まあでもあれか、鍵打ち持ってる可能性があるからあんまやんない方がいいか。それ高さん、はい、対戦ありがとうございました。